いな、僕を来たっしゃん。はい、ということで今日はですね、こちら新型の 2.9 高圧を使っていくんですけども、これね、世界一高圧がうまいと言われてるライディーって方がね、まあ多分作ったんかな、まあこの方が作って1位って言ったんですよね。でめっちゃ流行って、今ね高圧のこのボム型がね結構ね流行ってますね。まあ ボムもしくはまあインフェ高圧かなっていう感じ。上位はほんとまあインフェ高圧とまあこの形が多いですね。うん、やっぱ大砲がほんと消えましてね、まあ、大砲がまあ弱体化されたんで、ね、今やっぱボムが熱いと。はい、まあなんで、まあこの形がね結構流行ってるって感じですね。はい、まあチャンピオンも入ってないんで、まあ結構ね、まあ比較的みんなも使いやすいんじゃないということで、今日紹介しつつ、解説しながらね、生マッチ今日やっていきたいと思います。さあ来た、お、ラーメン。この人はねもうラーメンゴレって言って、まあなんか独自のねゴレデッキがあるんですけど、めっちゃいかついよ。なんかね、ヒーラーとヒーラーやったっけ、あれヒーラー、そうヒーラーファルチェムーと、なんかもうとりあえずいかついの詰め込んだゴレデッキみたいな。でもスペルはねトルネしかないんで、まあそんな感じですね。まあただちょっとね、まあロケットが俺は強いかなっていうのは思ってる。ロケットがねちょっといい味出してくれそうな感じはするんで、まあただちょっとゴリ押されたらね怪しい。でもロケットが多分強いと思うんだよね。多分ロケットが強い。ただまあバレルの刺す入りがちょっと悪いから、ロリーババ多分あれかな、なんだっけ、ロリーババと多分あれだと思うんだよね、なんだっけ、あのトルネだから。いやこれ LSP でいけるかな、なんかちょっと LSP って怖いよな。 LSP 飛ぶかわからんか、近めにしとくわ、近めにしといて。はい、でまあ一応ねバレル行ってあげて、これでさあなんだ相手は、ロリーババかヒーラー、あこれちょっと入りそう、熱い熱い、あーチクリだいぶチクったな今の。さあヒーラーで、これあれか、ワンチャンさ小物スペルなくね、トルネオンリーとかなんかな、わからんけど。LSP なんかこれちょっとね面白いですよね。でも LSP ってちょっとキング起動怖いですよね。なんか個人的にはちょっとキング怖いなっていうのはあるんですけど、まあなんか LSP なんですよね。これはもう延命しちゃおうか、延命しちゃげて、はいはいはい、これ延命できるかな、延命できたら結構熱いよ、熱盛ジャパン入るよ。いやできないんだよね、まあもうちょい頑張ればできるから。お、うわめっちゃうまいそれファルチョ。あでも OK、 チクリチクリ入ってますね。さあここはまあ吹き矢から入ってあげて、やっぱ吹き矢入りがねめちゃくちゃ強くて、このデッキさあトルネとか打ってくるんかな、よいしょ、はいはいはい、いやーでかい、いやーいいですね。さあこれナイトまでつけちゃうか、ナイトまでつけてあげて、はいはいはい。さあこれやってくると熱いけど、やってくると、おー吹き矢から射抜くな、お前ボケ、お前何しよう、お前ほんまほんま、あー美味しい、あめっちゃ美味しい、あめっちゃ美味しい、それガチで、ガチめっちゃ美味しいわ。さあこれ吹き矢で吸してあげて、はいはいはい、でこっちかな、こっちにつけかな、うん、オッケーオッケーオッケー、いいっすね。ただ今つけても多分ダックプリがあるんで、まあ、ここはね一旦放置、多分相手捨ててくると思うんですよね。うん、そうですね、はい。なんでここはね、やってあげて、でまあなんかゴリ来そうなタイミングとかで端前でと思ったけど、相手つけてこなかったな。あーここはまあバレでね、やってあげて、このタイミングだと多分いけるから、うん、いやいい。ただただちょっとね、ここのゴリ怖え、マジでめちゃくちゃ怖えな、この声わらで、まあ、こっちにね、つけといてあげて、はいはい、うわいい感じにスケが分かれてる、いい感じにスケが分かれてんな。さあさあさあ、まあ、ただロケットがあるんで俺はね、はい、ここでもう一回バレルまでつけとくか、バレルまでつけといてあげて、ここでね追っときたいですね、できればできれば追っときたいですね、はいはいはい。さあここはねもう真ん中に全部集める感じですね、真ん中に全部集めて、ロケットでパーリナイしたい、ロケパーリナイしたいと。ほんであれはけよ、いや待って、ヒーラーがやばい、ヒーラーがやばい、ちょっと待って、マジヒーラーがやばい、ヒーラーがやばい、ヒーラーがやばい、危ない、いやー危ない、オッケーオッケー、これはいった、オッケーオッケー、これはね多分時間がないんで、いやそうですね、はいはいはい。でまあボムで耐えて、まあ、ジジと、オッケーオッケーオッケー、いやちょっとね怖かった、いやだいぶ怖かった、ヒーラーが暴れてたわ、ヒーラーロケット耐えてちょっとうんうんなってたわ、危ねー、いやでもまあこれは多分相性良さそうですね、うん、まああのロケットがマジで強いんで、まあそういう面ではね、まあ今のは良かったですね。さあ来た、お、またゴレかもしんない、パタタパタタ、いやなんかバナーにゴレあったからゴレかもしんないですね、パタタパタタ、どうなんやろな。でもゴレって相性いいんかな、でもロケットあればまあなんとかなりそうだけど、相手のまあスペル次第よね、結局なんかライトニングとかあったらもうほんとめんどくさそうな、ライトニングとか、まああと矢の飴ザップとか、ああいうのはめっちゃきついですね、枯渇やっぱゴレ矢の飴ザップのなんかボンバーエリバのやつめっちゃきつない、あれやばいっすよねマジで。さあここはねバレル行ってあげて、まああの何がきついって2倍目がきついな、ああいうのって、お多分ゴレかな、これはもうゴレの香りしかせんな。でもダックプリ型って珍しいっすよね、ダックプリのゴレってポンプゴレぐらいしか思いつかないんですよね俺的に。そうか、さっきのねラーメンゴレさ、なさすがにないと思うけどな、これつけてあげて、はい、もうね基本吹き矢の前のナイトって強いんだよね。お、あーこれポンプゴレですね、多分おそらく、まあ、ポンピーですね、おそらくポンピーですね、これポンピングゲーミングしてるんで、はい、ポンピー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 、オッケーでかい。さあこれはバレル行ってあげて、さあこれで相手どうすんだ、はいはいはい、美味しい、あめっちゃ美味しい、
あー吹き矢が射抜いちゃってる。いやー射抜いちゃってねー、でかい。さあこれどうやろ、どっち先行する。お前マジでハンザおかしそう。いやー行くんかいって。いやこういうの大体な、空ユニットってタゲ行かないんですよ。大体まあその下のユニットが出てくるんで、ちょっとねカバーしたんですけど、まさかのでしたね今のはね。まあこれナイトかな、ケツナイト仕上げて、まあ多分相手ポンあれ何やったっけ、あれそうダックプリかな。そうなんで、まあここはね吹き矢じゃあエリスピで、まあ一旦ね吸収させる形で行かさせていただいてもろて、でバレルかな、バレル行ってあげてですね。ああなるほど、おいはいはい、どうやろ、おお、あー禁忌されちゃったね。まあまあまあ、でもとはいえですね。はい、吹き矢、いやーまあまあ、でもまあまあこれちょい入り、チクニャツでかい。いやただこっからねゴレ展開来るな。こっからのゴレ展開ちょっとだるいっすね。めちゃくちゃだるいっすね。しかも相手ロリババある状況なんで、はい、ここはもうロケット打ってあげます。はい、ロケット打ってあげて、さあ多分相手右に展開してくるんじゃないかな、おそらく。まあなんでナイト単体だけ出しておきます。はい、ナイト単体だけ出して、でなんか咲かせるつもりで、右行ってあげて、両サイ強襲来たらめっちゃうまい。オッケー、はいはい、オッケー。さあ両性かまってくれましたね。もはやめっちゃ美味しい言うてね。まあここはボム立つて、相手多分スペルないんでね、これおそらくまあスペルがなさそうなんで、まあここはね、スケレ釣ってあげて、であいつにはまあロケット打ってあげますか。まあロケット打ってあげて、ちょっとねまあライドラがめんどくさいんで、だいぶライドラがね、めんどくさいっていうところで、まあしっかりねこうやってあげつつの、おいほ、おーっとおっと、ナンバー、はいはい、まあ、でこれはまああの吹き矢で起用できるんで、オッケーオッケー。さあ吹き矢で起用できて、これ多分動作まずいな、多分動作まずそうやな、なんか動作ちょっと怪しそうやな。お、なんか美味しくね、めっちゃ美味しい。さあこっち釣ってあげて、さあ吹き矢でね、あいつはしょってあげると、はい、で多分ロリババ来るからこっち、よいしょ、はい、いいっすね。で多分このこいつ吹き矢が多分やってくれるんじゃない、吹き矢がこれやってくれそう。熱い、これはねだいぶ熱い。ちなみにトルネしかなくて、あれあったりましたね、全然。これ端まで追加っすね、もうめちゃくちゃ追加してあげよう。はいはいはい、熱い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 、めっちゃ吹き矢入ってる。やばい、吹き矢やばすぎ吹き矢やばすぎでしょ。ただここのカウンターがちょっとね、まあ、怖いところではある、ちょっと怖いではあるけども、まあここはバレル飛ばしてですね、バレル飛ばしてあげて、でまあここでロケットかな、これランバーと当てつつ全部ヒット、クリティカルヒット、やったー言うて、はい素晴らしい。残念はこれは、LSPでちょっとねこっちやってあげてからの、ナイト、さあ素晴らしい。いやーいい、これ相手多分ここの受けないぞ、ここのバレルの受けないんで、はいはいはい。いや相手どうするんだそれ、あーやばい、俺もちょっとやばい、ちょっと待って、マジでやばい。あオッケー、ロケット圏内じゃない、これ5-9-3やったっけ、5-1や、あれもう吹き矢が、あ、オッケー、ジジ、いやー危ない、ちょっと怖かったね今。でもあそこの吹き矢ラッシュがうまかったですね、あそこのだいぶ詰め方が良かったですね、あのゴレ展開のタイミングで吹き矢のもうね猛ラッシュでだいぶダメージ稼げたからね。うん、まあゴレは基本多分真ん中に逆勢ぶっぱしても多分ロケットボイルなんとかなるからね、だからまあ意外とまあ逆勢攻めて OK なんじゃないですかね。まあなんか意外とね今みたいな感じで多分ロケボイルして、であとは吹き矢とかナイトでまあ共有できるっていうのがあるから、まあ、意外とまあ攻めちゃっても問題ない感じがしますね。さあ来たトポリノ、あ出たこいつ、トポリノはねキョスケスケラっすね、キョスケとかなんかスケキンスケラ、ファイボヤダメの墓石昔めっちゃ使ってましたね、最近は見てないんですけど昔はよう使ってましたね、あれが強かった時代は。まあ多分そうやと思うんですけど、まあ一応ねバレル横に飛ばしといてあげて、まあこれ、あ、そうっすね。でも多分そうっすね。間違いなくそれっすね。墓石入ってるやつっすね。まあなんで、まあこれどうしようかな。まあローリングと流しといてあげて、で、まあ多分相手墓石とか流してんじゃない？流さないんだ。なるほどね。吹き矢が行くわ。吹き矢から行って、まあこれでどうやろうな。まあ相手が何か分かりますか？あ、そうっすね。やっぱそれだね、多分。うん。ぽいっすね。まあどうなるな。まあただ、スケラがちょっとね、まあほんまきついんですよ、意外と。まあだから LSP なんですけど、まあこれどうなるの、なんか端前なんかスケラ打ってきそうじゃない、やっぱそうだよね、打ってきそうやなと思ったんで、まあ一応ねここはね、これでまあ一応やっといてあげるんですけど、吹き矢がね頑張ってくれると。いやめっちゃいいな、吹き矢強くね、吹き矢むっちゃ強いよお前。でまあここはバレル行ってあげますか、バレルつけてあげて、おトリトンになってますね、なんか、あしかも吹き矢やのじゃあ吹き矢やのやめってないね、あのやのやめゆきだもなってるわ、なんか
美味しいですね。やゆきはちょっとね美味しいですね。だいぶこれどうしよう、ナイトでいくか。ナイト高め出しとけばまあスケキンのあれ打ってもまあこのスケで多分なんとかなるっしょ。多分どうなんとかなってくれへん、なんとかなってくれへんかな、なってくれへんかな、なりそうやな。いやちょっと待って、 LSP 挟んどくない、一応。おい、ああもっと早く出せたな言うてやゆきか、オッケー、やゆきだったらまあ美味しいですね。これ端前きつくね、ちょっとだるくね絶対。あーだるいな、これザッピーちょっと かぶったからあいつとしては出せないですよね。これはだからまあここね、ワンチャン端前キョスケ来るかも。まあでも来れないか、まあそうだね、来れないですね。ここどうしよう、ロケット打っちゃうか、ロケット打ってあげますか、ロケット打ってあげて、さあねえ、まあ矢の飴咲かしときたいですね。ここでちょっと矢の飴咲かしたいですね、できれば。でこれ多分なんか端前来るときぐらいにあれ止めれてないな、しかもなんか相手打ってこんかったしな止めれてないし相手打ってこんかったし、なんかもう意味わからんことになってるしな今はいはいはい、おなるほど、そのタイミングなんだ、はあおしゃれおしゃれっすね。だいぶ雪玉がちょっと怖いですね、だいぶ雪玉が怖いんですけども、はいはい、あでもめっちゃ美味しいな、その攻めめっちゃ美味しいな。吹き矢やっぱねもうスキラーに対してほんま強いんよめちゃくちゃ。でまあここの受けがシンプルに相手きついと雪玉かな多分。あやなの、あら一発チクリいけ、あーでかいでっかマジで、相手やゆき切ったでしょ、なんかケツからやりごぼじゃない吹き矢切ってあげて、はいはいはい、いやでもでかいね、だいぶでかいね。ここの2周目のバレルめっちゃきついやけどな相手。うわーえらい、えそれめっちゃえらいわ相手。うわそのうまいなそれ、あでも一発入ったな、えらいなそれ、相手ちゃんと端前止めてくんのえらいっす、だいぶそれいいっすね相手、お相手さんいいっすねそれ、めちゃくちゃいいっすわ。はい、まあただここいやそうだよね来るから、でもそれやったら、これの、ここがきついと、はいはいはい、なんで丸太で吸収してあげて、吸収の吹き矢でね回収しつつの、はいはいはい、いやー今の完封されたな、ここないと2連随がだるくね相手、2連随がだるめの、しかもこのねあの吹き矢このやったっけあのバレルまで行ってあげて、うわなんかやられてるしな、しっかり犬回転でもここのバレル相手やゆきもどっちも切ったからこれめっちゃきついよね。いやめっちゃ入ってるやん、やばくね、めっちゃバレル入ってる今。これは延命のあれ LSP 流し行ってあげて、 OK、 いやこれはね相性良さそうっすね、でもなんか見た感じめっちゃ相性良さそうで、多分相手これ絶対あの矢波切ってくるから、これいやそうだよ、矢波切るから、矢波切ったらもうこのバレルどうすんのみたいなね、いけチクリ、いやー完封してくる、なるほどね、うん、まあでも3倍入るし、このロケット2周でいいかもね、相手スケラ切ったから、まあ、ロケ2周で、まあこれは GG、 あーでもちゃんと偉い、ここ端前で圧かけてくんのはうまいっすね。まあなんで、まあ、ここね、やってあげて、で相手がねこうやりたいとかタイミングでこれやってあげるとエリクサーとかあれが回ってないんで、はいはいはい、でかっ、でかくない、結構今入ったぞ今だいぶ入ったぞ今だいぶ入ったぞ今、はい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 、でそやな来るやろ来るから、まあ、ここはね吹き矢で回収しつつの、はいはいはい、これは丸太で、あどっちも切ったね相手、このバレルどうすんの相手、ほなどないすんのこのバレル言うて、はいはいはい、これはもうジジイじゃない、オッケー、いやーいいっすね。まあでもスケラーに対してやっぱね、まあファイボーじゃあヤユキとかやったら多分相性いいっすね普通に。まああの遅延スケラーとかはきついっすけどね、遅延スケラーとかはきついけど、まあこういう形のスケラーだったら多分いけるかな、うん。いやーでもよかったっすね、やっぱ吹き矢がめちゃくちゃスケラーに対して強いなっていうの実感した、めっちゃ。さあラストやっていこう、おなんか3マスクって書いてあるから、これ多分マス30しかもしんないですね、はい、まあわかんない、でもなんか名前にこうねつけてるってことはまあ多分俺は3使いなんてこうアピしてる感じはありますよね。ザップが、まあ、ザップもうマジでエグいってガチで、もうほんまにエグいそれマジで。そこはこれでまあちょっとかましつつの、はいはい、おでもこれ LSP 感動ですね、めっちゃ感動しそう、熱いや、これ丸太でちょっとタワー入れたかったけどな、まあここははいはいはい、ロリババにも当てつつのやってあげて、さあこれでこの攻め合いってきつくね、これザップしか、あこれさあれだね、ジャイ三重子だねこれ、ジャイ三重やな、やばってね、これどうしよっかな、ちょっと怪しいなマジ、普通に怪しいな。まあでもこれは多分 LSP とかでまあなんか守れそうじゃね、どう無理、ちょっと怖いなこれ、なんかちょっと一発入りそう、よいしょよいしょ、いやーここロケット打つの渋いよな、ここロケ打つの渋いよな、めっちゃ三子でなんかボコられそう、いやーでもまあどうしよっかな、まあここは落ち着いて、まあ吹き矢から行くか、吹き矢から行って、で多分相手ギャングもあるからどうなる、三子展開なんか、ほうなるほどね、ちょっと延命してあげますか、延命してあげて、はいはいはい、延命してあげて、いやただ相手ザップ持ってたよね、ザップ持ってたけど、これ端前ボムで、これあいつちょっとだるくね、この端前ボム、もう一発、
投げへんのはやばい。これでも爆破と、まあ、スケでよいしょ頑張ってくれ。いや一発入るなこれ。うん、まあ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 とはいえやな、うん、まあでもただアドがやばい。はい、アドがやばいです。でも吹き矢が無双できるんで、まあ この場面はでもプリンセスの方が強いな。この場面だったらね、めちゃくちゃプリンセスの方が強いなってのある。いやー打つしかないな、これ打つしかないな。これはこれは打ってあげて、で多分相手これにまあ無視からのまあケツ三重子とか来るんかな。そうだね、ケツ三重子きそうですねこれ。あーケツジャイか。いやーこれバレル飛ばしたい気持ち山々なんだけど、多分後が半端ないんですよ今。そうだからまあここは落ち着いてね、こっちやってあげて、で逆サイロケットかましますか。逆サイロケットかますプラン、立ててあげてですね、立ててあげてと思ったんやけど、まあ無理そうですね。これ打ちたいんだけどな、本当は打ちたいんだけど、絶対無理なんだよな、打ちたいけど、打ったら多分終わっちゃうけど、どの道の道みたいなとこあったな。おいしょ、はいはいはい。ああ逆サイも同サイもやばい、やばい。まあまあまあ耐えれる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 、まあまあ耐えれる耐えれる。これコンボ一緒、オッケーオッケー。熱くね。ああどう、わあいい。あーでもいやー渋い、両サイ級からの、欠場いきます言って、はいはいはい。ここでもねもういっちゃうしかないな。これ端前で多分相手よそでね来るから、一旦かわしてからの、かわしの入れてからの、はいはいはい、かわし入れてからのオッケーオッケー。いやでもだいぶ入ってんで、だいぶ入ってる。いやワンチャン、ワンチャン見えてくるなこれ、ガチでワンチャン見えてくるな。あいつ3死しかないっしょこれ。いやそうだよね、だからまあここは鬼の清ってやつですね。鬼の清の丸太流してあげて、まあ丸太流しつつの、おいほいほいほい。さあ吹き矢が、いやめっちゃいい、めっちゃいい、あバカいい、バカいい、許容がうますぎる。あるぞマジで。えこれガチであるくね。えしかもそれあれっしょ、あこれボムで、ボマーで、ボマーで、おうわ、いや相手完封してきた、やべえ完封してきたんだけど、ガチえぐい、ガチえぐい。ちょ待って、えぐすぎるその完封は。あでもエリスピが、ちょ守ってあげて、吹き矢を守ってあげて、はいはいはい、いやめっちゃいい、タン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 と守れてんぞこれ、めちゃくちゃタンタンタンと守れてんぞ。さあここは丸太で延命してあげて、さあやばい、ちょガチでやばい、ガチでやばい。こっちほいほいほい、こっちやってあげて、さあさあさあこれは丸太で、わあこれ熱い、そのザップは熱い、これ多分積んだんじゃない、ってうわうまい、ガチでうまい。これもかけちゃうか、うわやっぱりガチやばい。待ってマックス、最後のマックス時だよこれ、最後のマックス踏みそうだよ、だいぶ踏みそうだよ、はいはいはい。こっちやってあげて、はい、これ LSP があるから、いやこれいったな、これはいったな、多分これはちょっとね、もうモルタで駆動入るな、だいぶモルタで駆動。なんか相手めっちゃ完封してくんだけど、でもなんか折れそうじゃない、でもなんかマルタとロケットで折れそうなんだけど、めちゃくちゃ折れそう。さあここのバレルはもうさすがにきついんじゃね、相手さすがにこのバレルきついっしょ、あえーきちゃー、うーおいしい。いやーでも吹き矢強いな、吹き矢がめっちゃ強いわ。うん、まあこれちょっとね、まあ序盤流れめっちゃ悪かったけど、終盤相手がもうなんかやるせない感じだったよね。いやどうしようかってめっちゃ迷ってる感じが見えだわ、めっちゃいやーよかったね、うん、まあでもやっぱ強いね、うん、まあ1位1点だけある、めちゃくちゃ強いですね、うん、ポテンシャルがある、ボムねやっぱ強いですね普通に、うん、まあてか普通にやっぱこの高回転がいいですよね。まあスキーレシピ入ってるからマジで回転早くて、まあ大体の相手はもう回転追いつけなくて2周目のバレル刺せるみたいなことあるから、てか今回全部相手重いデッキだったから2周目結構刺せてましたよね、うん、まあということでね、よかったらこれ皆さん使ってみてください。はい、ということでよかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう、バイバーイ。